皆さんに本当にご迷惑をおかけしたというふうに思って、申し訳なく思っております。本当にどうもすいませんでした。今朝 TUF の取材に謝罪の言葉を話す男性。福島市土船の復興牧場フェリスラテの田中和正代表です。フェリスラテでは昨日警察による強制捜査が入り、捜査員らが敷地内で重機を使って土を掘り起こしました。関係者によりますと、牧場では死んだ子牛を必要な手続きをせずに敷地内に不法に投棄した廃棄物処理法違反の疑いがあるということです。ヘリコプターで撮影した映像では、捜査員が隠れるほどの穴を広範囲に掘っているのが分かります。そしてその傍らに田中代表の姿もありました。どれほどの牛が埋められていたのか。田中代表は牧場が始まった2015年頃から埋めていたと話した上でこう明かしました。200頭ちょ200頭強ではないかというふうに認識しております。その上で、実際に作業をしていたのは田中代表をはじめとする役員などに限られていたと明かしました。わけではないので、ただまあそういう汚れ仕事については、率先して我々でやっていたっていう、自分の敷地内であればこう適切にというか埋葬するのはいいんではないかというふうに勝手に解釈しておりまして、埋めていたのは死産や流産のほか、生後間もなく死んだ子牛ばかりだったといいます。死産とか流産の類であれば、大丈夫じゃないのかなというふうに。なぜ適切な処分をしなかったのか。田中代表はコストの削減ではないと強調した上で、震災前に飯舘村で牧場を経営していた際にも同じように処分していたと話しました。この我々の敷地の中で完結、人様に迷惑をかけない、ただそれだけっていう、本当そういう認識だけです。復興の象徴として注目されていた牧場に入った捜査のメス。警察は立件も視野に慎重に捜査しています。